典型的なパターンにハマってるかなって感じがしますね。さあルーキー、今日甲子園で初めてスターティングラインナップに名前を連ねましたドラフト1位ルーキー大山、まだプロ初ヒットがありません。第1打席はサードゴロでした。初球はアウトコースいいボールでしたが外れてボール。2球目打ちに来いという西田、いい当たりレフトへ、バレンティン見送った。のいいスイングでね、まあ、見事金本監督のスタメン起用に応えましたし、なんといっても彼のいいところはフォロースルーの大きさですね。打った後にボールを運ぶフォロースルーが非常に大きかったですね。あのボールもちょうど腕が伸びる感じ、はい、あの甘いボールは甘いボールですけど、